最後にそれぞれからみんなへ送るメッセージ。みんなで一緒に待ち合わせてレッスンしてたのが本当に幸せだなって思って、みんなこのファイナルが終わった後違う道に進むと思うけど、このファイナルで学んだことをしっかり生かして自分の道を自分らしくみんなで一緒に進んでいきたいです。なんかみんなと泣いたり笑ったり一生懸命頑張ってきて、みんなで今日あのファイナル審査迎えられることが本当に嬉しいし、みんなのことが本当に大好きだなってなりました。みんなのことが大好きですみんな3ヶ月間お疲れ様でした。なんかすごくたくさんの思い出、短い期間だったけどたくさんの思い出できたし、なんかみんなと仲良くなれて本当に良かったです毎週東京来てみんなとレッスンして夜楽しんでみたいな、その日々がすごくリオの中で一番の思い出です。みんなのおかげで自分が成長できたし本当に良かったです。みんなありがとうございました。3ヶ月間ありがとうございました。多分みんな何だろう、最初はなんか私と話しづらいって思ってましたよね多分話しづらかったと思います。申し訳ないなって思ってました。でもね、なんかだんだん仲良くなってくれてありがとうございました。そう、ありがとうございました。ファイナリストになって3ヶ月間なんかみんなの存在があったからここまで頑張れてこれたし、なんかすごい感謝してます。もうみんなが大好きで離れたくないし、ミスコンってなんか欲しくないっていうのもあるし、悲しいけどミスコン終わっても会おうね。グランプリ発表が終わるのがすごい今はすごい悲しいなっていうのがあるし、光るほなぺぴ、千尋、ざわこ、ななみ、りおちゃん、めめもうこのメンバーは本当に最高で最強で、なんだろう、大好きだからこのメンバーで過ごせれて本当に良かったから、ありがとうございます。みんなに出会えて本当に幸せです。仲良くしてくれてありがとうございます。辛いこともたくさんあったし、楽しいこともいっぱいあって、バカなこといっぱいしたけど全部楽しくていい思い出です。本当に大好きです。ありがとう。長いようで短い間やったんですけど、まずはお世話になりました。ほんまにみんなが
いたから頑張れた部分がほんまに多くて感謝してます。うん、みんなでよかったって思います。この8人でミスコンのファイナルに出れてよかったなって思ってます。ありがとう。バイバイ。